これっちゃね。なりなんの矢沢といや、泣く子も笑う男だぜ。中学の時に矢沢くん、あんなんじゃなかったんです。俺と同じだ。え、気が向いたらよ、コンビでも組もうや。矢沢がこの窮地を自分の力で切り抜けられたら、ねえ、はい、坊主。少しくらいたいのは彼女も一緒なのに。このコールの命じゃねえぞ。矢沢一人に本部に立っておいて。私なら一人でもどこでも付き合ってあげるのにな。本当ですか。てめえの寝言で意味が入るほど俺たちの間は弱じゃねえんだ。はい、もしもし。お前が俺を裏切るわけねえよな。変わるんだ、生き方を変えるんだ。キュー、矢沢を呼んだらキューが来やがって。俺はおめえを信じてたんだ。家族のことは頼んだ。俺はお国のために頑張ってくるから。身長制限あるらしいよ。リュウジ、俺たちが極東から辻港に来て1年、とうとう湘南を制覇しちまったみてえだな。思い出すな。新道寺文也、平塚伊達店の竹澤明、そしてミッドナイトエンジェルか。全部俺らが潰しまったもんな。もうこの辺で俺たちに上等国バカはいねえんじゃねえのかな。うん、でもよ、それもちょっと寂しい気もするな。そうだな、俺たちが伝説になるのはちょっとまだまだ早すぎるもんな。ああ、鬼爆伝説はこれからが本物や。行きますか、龍二君。よっしゃ、英吉君。投げんだよ、あの先行は。同じ話ばっかしちゃって本当ムカつくよ。こっちはお前ダブリなんだから、お前2回も同じことやったら勝ったりだけだって。なあなあ、おいおいらっしゃい。あらへんな、もしくしょいつものマスターミートソース。俺もいつもの焼きそば大盛りでね。悪いな、焼きそばもミートソースもちょっと切れちゃったんだよな。マジかよ。ああ、俺らがいつも食いに来るの知ってんじゃんよ。いや俺もさ、栄吉や龍二のために少し残しとこうと思ったんだけどさ、さっき大勢団体で来ちゃったもんだからどうしても断れなくてさ。いや、あれそれ青のりじゃねえの。いや、うん、あ、ケチャップ。さっきマスターが全部食べちゃったのよ、焼きそばもミートソースも。てめえ、ちょっと、ニートソース出せよ、ニートソース。それは俺の年上だぞ、これ。さあ、なんて。何笑ってんだ。ごめんなさい、ついおかしくて。
こう、凪さん。ごちそうさま。はい、どうぞ。ごちそうさま。ありがとうございました。リュウジ。おめえはちっと可愛く見るとすぐ悲しめりかけられるんだからな。とすげえ可愛い。やめて。ほらいいから飲めよ。ほら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 。誰だてめえ。ああこら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 。嫌がってんじゃねえか、話してやれよお前。そんな野郎、お前上等な口聞いてくれんじゃねえか。誰だお前ら。辻公2年鬼塚栄吉。旦那龍二様だよ。人呼んでな、鬼爆コンビよ。何が鬼爆だよ。さあやろうか。おらおらなぎさ。デライトエンジェル。入れ墨。ああ肩に般若の入れ墨彫ったってよ。あタンクにも暴走天使のステッカー貼ったんだよ。暴走天使ね、うん、あれは間違いないな。ミッドナイトエンジェルのステッカーだよ。そんなバカなことがあるかお前。いいか、この渚とかっつ女はな、藤沢女学院なの。まあ、そんなお嬢様がお前エンジェルに関係あるわけねえだろ。それはそうだけど、それにエンジェルは俺たちが潰しただろうが。バカ、確かに見たんだよ。何寝ぼけたんだおめえは。リュージも見たのかよ。え、そのバイクだよ。今湘南の族の間じゃその話で持ちきりなんだ。どういうことだよそれ。詳しく聞かせろよ。先週平塚飯田店の七八に襲われて病院送りになったら知ってんだろ。ああ、らしいね。それがどうやら女にやられたって噂なんだ。女？髪の長いやけにいい女で、ミッドナイトエンジェルのステッカーあったブラックケリーに乗ってらしいんだ。そいつだ。リュウジ、この子がどうか俺がはっきり出してやっからや。おいリュウジ、ネクタイしろ。スカイさん、おう、俺らにもミッドナイトエンジェルのこと教えてくださいよ。あ、知りたいんすよ。俺ら名前ぐらいしか知らないもんで。伝説の暴走族だったんでしょ。勝手に行きやがって、龍二のやつ。栄吉君。あ、マリコ先生。なんかあったの？龍二君、ものすごい勢いで飛び出してったわよ。いや、別に。そう。まあ、あゆみのことで落ち込んでるよりはいいけど。あれからあゆみ先生は？元気よ。田舎でしっかりやってるらしいわ。そうすか。でもあゆみ先生だったらどこ行っても人気者なんだろうな。
リュウジ君も若いんだから早く新しい彼女でも見つければいいのよ。あれ、俺も彼女いないんですけど先生。私に彼女紹介しろっていうの？とんでもねえっす。マリコ先生が彼女になってくれれば。ちょっと、校長先生。何をやってんだ鬼塚。いや別に。いいか、お前はダブリの劣等生、よーく身分をわきまえなさい。はい。歩美先生と旦那の件が事なきを得て私はホッとしてんだ。また騒ぎを起こすんじゃないよ。いいか鬼塚。いいですな、マリコ先生。ご心配なく、私は年下には趣味ありませんから。あ、そう、そうなんですか。あの、どうでしょうか、圧倒的に年上のこの私と一遍食事でも。失礼いたします。校長。年下は嫌いなんだって。振られたな鬼塚。うん、変な校長。ミッドナイトエンジェルってのはや、もともとは初代の正木恭介って人が作ったチームでさ。正木恭介。ああ、その人がすげえ人でな、走りは速え、喧嘩は強え、その上男気があってな、みんなの憧れだったんだ。かっけえ。ところが二代目の時に湘南戦争が起きてよ。湘南戦争。二代目継いだ阿久津純也と稲村支部の上島俊樹がぶつかったのよ。あちこちでめちゃくちゃな喧嘩が続いてよ、マッポも関係ねえって感じで、パーカーなんか何台も火つけられちまってよ。そこでついに江ノ島ゲートで例の事件が起きちまったってわけだ。事件？阿久津が上島にガソリンぶっかけて焼き殺そうとしたのよ。うわ。上島は全身大やけど、阿久津は少年院、初代の正木さんが出てきて肩はついたってわけだ。恐ろしい事件だったんですね。ああ、その後高田ってやつがミッドナイトエンジェルの3代目ついたんだけどよ、それも鬼爆の2人が潰しちまったってわけだ。やっぱり鬼爆ですか。あれからもう2年も経つのか。何ですか？これ落としただろ。ありがとう、探してたんだ。で、ちょっと聞きたいことあるんだけどさ。え？バイク持ってる？ええ、スクーターなら。もっとでけえの。乗れないわよそんなの、原付の免許しか持ってないもの。うちの高校でそんなのに乗ってる人なんかいないわよ。肩見してくんねえか。ちょっとだけでいいんだ、確かめてるだけなんだから。ちょっと何やってんのよあんた、頭おかしいんじゃないの。まずかったかな。おいおい見ろよ、シャコタンでお買い物だぜ。こんなとこに止めやがってん、邪魔くせえな。どんなダサ坊が乗ってっか拝みてえもんだな。俺がそのダサ坊よ。今の状態、俺の前でもう一遍こいてみろよ。てめえら、江の城だな。人の車にあやくれてバックれてんじゃねえぞ、とじこのガキや。ガキだと？そのガコら。江の城をコケにするやつは一人残らず頭かち割ってるぞ。うめえ。おい、こら。鬼塚さん。鬼塚。よう、カリア、久しぶりだな。雑魚引き連れて景気良さそうじゃねえか。今日のところ見逃してやるな。おい待て、まだ蹴りがついてねえぞ。どうしてして、どうしてですか。江の城なんかに舐められたまんまで。あいつらのバックには上島俊樹っていう切れまくった化け物がついてんだ。知ってんのか。
上島。そう、分かったらもう面倒なこと起こすんじゃねえぞ。いいな。はい。やばかった。上島って湘南戦争で阿久津とやり合ったってやつだろ。ああ、ガソリンで焼き殺されそうになっても生きてた野郎だぜ。あぶねえ。もう少しで湘南歩けなくなるところだったぜ。上島、いい加減ゲロせんか。俺じゃないですって。なんで俺が平塚伊達みたいなガキ相手にしなきゃなんないんですか。そうか。じゃあここのところ真面目にやってるって言うんだね。当たり前ですよ刑事さん。で、俺にまだ何か用なんすか。一応な、忠告しとこうと思ってな。忠告出てくるんだよ、あいつが。あいつ、阿久津だ。阿久津純也が少年院から出てくんだよ。もうあれから2年だ。分かってんだろうが、もう二度と揉めたりするんじゃねえぞ。今度やったらお前家庭裁判所は済まねえんだからな。分かってますよ刑事さん。あ、靴よ、この傷が熱いぜ。お前にやられたこの体がよ。待ってるぜ、早く出てこい。やっぱ人違いだよな。怒ってんだろうなあの子。リュウジ君、さっきはごめん。いいのよもう。私こそあんなことぐらいでぶっちゃったりしてごめんなさい。いや、俺その、これでいい？誰かと間違えたのね、私のこと。ごめん。そんなに似てるの？その人。ああ、でも、もうどうでもいいんだ。迷惑かけてごめん。ううん、私好きよ、リュウジ君みたいな人。ほら、私んち厳しいから何もできなくて。だからリュウジ君みたいに自由に来てる人って憧れちゃうの。そんな人が彼氏だったらいいななんていつも思ってた。ねえ、リュウジ君って彼女いるの？お、今はいないけど。よかったら、さての土曜日、また会ってくれない？3時に会員公園で待ってるわ。じゃあね。ね、ね、あ、俺まだ行くなんて言ってない。藤沢女学院のお嬢様か。よし、高田さん。エキジ、ちょっと話あんだ。話？ああ、実はミッドナイトエンジェルのことでちょっとな。やっぱり本当なんですか、エンジェルが復活するって噂。ああ、三代目だった俺が言ってんだ、間違いない。高田さん、まさかあんたが。俺じゃねえ、出てくんだよ二代目だった阿久津がな。阿久津？お前も知ってんだろ、湘南戦争で上島を焼き殺そうとしたあの阿久津純也が少年院から出てくんだよ。そうなんすか。それが決まった途端、かつて阿久津とつるんでたメンバーの誰かが
息を吹き返しちまったってわけよ。一体誰なんすかそいつは。それがよ、どうやら女らしいんだ。女？ああ、俺も詳しいことはよく知られんだが、髪の長いいい女でな、ブラックエリンに乗っているらしいんだ。気ぃつけろよ、ミッドナイトエンジェル潰したのはおめえらだ。絶対狙われんぞ。じゃあな。高田さん、女の正体分かったらまた電話すっからよ。エンジェルの三代目総長か。思った通りのふぬけだね。くたばりな。お前、あんたが鬼爆の鬼塚永吉かい。だったらどうなんだ。あたしはヤシャ、覚えておくんだね。ヤシャ。ミッドナイトエンジェルはもうすぐ復活するよ。腰抜けの三代目に代わってね。そこのバイパス下行ってごらん。お友達がのたうち回ってるよ。あんたも覚悟しとくんだね。高田さんがやったのはあの渚とかつう女だ。渚バカ言うなって。間違いねえんだよ、確かにあの女だ。違うって、俺調べたんだからよ。肩の入れ墨だってなかったし。入れ墨なんかシールかなんかに決まってんだろうが。違うって言ってんだろ。それにはデートの約束もしたしよ。デート誘われちまったのよ、今日の三次会員公演でね。羨ましいだろ。うん、リュウジ、罠だぞそりゃ。お前誘い込んでやっちまおうって腹なんだよ。ミッドナイトエンジェル潰したの俺たちだからよ。俺らに恨み持ってんに決まってんだって。何言ってんだよ。お前、俺がデートするのに悲願でんだろ、リュウジ。それにな、違うって言ってんだよ。俺だってバカじゃねえよ。騙そうとしてんのかどうかぐらい分かるって。てめえは俺のことは信用できねえのかよ。まあ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 、二人とも落ち着いて。てめえは黙ってろよ。邪魔なんだよ。はい。マスター、邪魔しないの。なんだなんだなんだ。平吉、それ以上言ったらマジで切れんぜ。たとえおめえでもな。
おめえに俺の気持ちが分かんのかよ。俺は新しい恋でもして忘れてんだよ、あの時のことは。龍二、龍二君、やっぱりまだ歩美先生のことを。これぞ男の純情ってことかな。スター。はい。渚って女の住んでるとこ分かる？あ、はい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 。ここか。てんのよ、なぎさ。うまくいったら教えてあげるね。そう、頑張って。じゃあね。じゃあね。あれが昨日の女か。でも夜叉には見えねえもんな。やっぱ龍二が言ってることが本当なのかな。乗ってんのもゲンチャリか。やっぱりあの女だったのか。こんなとこで何こそこそかぎ回ってんのさ。てめえやっぱり。残念だけど今日は先客があるんでね。次はあんたの番だよ、栄吉。早く龍二に知らせねえと。女や俺にぞっかんねや。嘘つけお前。もうあいつだけの。いっいって。返すんだよな。こないだは邪魔が入っちまったけどよ。今日はゆっくり相手してやっからよ。だと。やべえよトル。逃げようぜ。うっせ。やめられてたまるか。こいつは預かっとくからよ。ホテルサンビーチ跡にそれ相当の金持って迎えに来いや。
行けよ、これ。どうすんだよ。おかしいな。やっぱ来ないのかな。お待たせ。あ、来てくれたんだ。遅くなってごめんね。全然、俺も今来たばかりだし。はい。ありがとう。あれ、なんか今日雰囲気違うね。あの女ふざけやがって。早く龍二に知らせねえと。あ、マスター、鬼塚さんそっちに行ってませんか。いない、一度も現れなかったんですか。あ、鬼塚さん、鬼塚さん。どうした。トルが江ノ島の刈谷に連れてかれちまったんです。奴らがいつもたむろしてるホテルサンビーチ跡に。なんだと。俺らどうしていいか分かんなくて。てめえそれでトルを見殺しにしてきたのか。頼みます、鬼塚さんしかいないんですよ。助けてやってください。分かった、お前はすぐ海浜公園に行って龍二に罠だって伝えるんだ。女に気をつけろってな。はい。やられないよ、龍二。すぐに片付けていくからよ。どこ行こうか。バイクで横浜でも軽く流そっか。ねえ、龍二くん。私、龍二くんにプレゼントがあるの。プレゼント？ちょっと向こう向いてて。ああ。この木刀は。ダメ、リュウジ君、私もしかしたら。逃げて、私から離れて。何言ってんだよ。今病院連れてってやるからな。何やってんだ。早く早く乗れよ。これは。あっ、やっと分かったかい。あんたの惚れてる渚の正体はこのヤシャなんだよ。ヤシャ。あっ、あばよ、たま。渚を抱く夢でも見るんだな。強まるよ。どうしたんだよ、坊や。早いんだよ。何やってんだ、カリア。あ、上島さん。いつまでそんなガキで遊んでんじゃねえよ。中野、あげろ。はい。来るんだよ。よし。それでさっさとやっちまえや。面とか足とかあちこち刺してよ。本物の怖さ教えてやれ。おめえに教えてやっからよ。血が止まんねえ怖さをな。
ダメだ。何やってんだこら。鬼塚さん。鬼塚だと。そうかい、てめえが鬼爆か。上島だな、てめえ。鬼塚、てめえまさか俺とマジでやり合う気でいるんじゃねえだろうな。死ぬぞこら。脳がき垂れてねえでよ。やるんだったらやってみろや。俺は時間がねえからよ。てめえなんか速攻で片付けてやるよ。荒らせんなこら。てめえは上島さんとやるなんざ千年早いんだよこの野郎。あれや、千年早いのはてめえなんだよこのクソったれが。次はてめえだ上島。ぶっ殺してやんぞ鬼塚。持ってんのか鬼塚。ブツブツ言ってねえでよ、早くやってみろよ上島。あやしゃ。覚えときな、これから湘南は阿久津純也が仕切らせてもらうよ。阿久津だと。もう一遍その名前言ってみろや。てめえ生かしておかねえぞ。阿久津が出てくるまであと1週間。それまでせいぜい天下気取るんだね。殺すぞこら。やべ、おい上島さんを。おカリア逃げるぞ。また命拾いしたね鬼塚。すぐに旦那の後を追わせてやっからよ。なんだと。てめえ龍二に何したんだよ。鬼塚さん。おい鬼塚さん。ジュリさん。ジュリさん、しっかりしてくれ。ジュリさん。ジュリさん。ジュリさん。カラオケ駅前に新しい店ができたんですよ。行きましょうよ、ね、いいですねカラオケ。校長先生、いや私もねレパートリーを増やしたところなんです、はあ、得意なものはですな、船木和夫に三田明、今橋幸夫の恋のメキシカンロックに挑戦してるんです。聞きたくありませんか、私の恋のメキシカンロックを。これはリズムに乗れますよ。ぜひぜひマリコ先生とご一緒したいです。スカイ君、何慌ててんのよ。何かあったの？いや、俺は何も知りませんから。あのリュウジが怪我したとか、俺全然知りませんから。じゃあ、ちょっと待ちなさいスカイ君。あの女だけは許さないかんな。今度会ったらめちゃくちゃにしてやる。でも、あの子一瞬別人みたいになって俺を助けようとしたんだよ。あれ一体。龍二まだそんなこと言ってんのか。少し頭冷やせ。どうぞ。こんにちは。あの、リュウジ君、大丈夫ですか？お見舞いに来たんですけど。ねえ、この野郎！おい、リュウジ！ちっとも言う！ちっとも言う！何しに来たんだよ。笑いに来たんか？おい！鬼塚さん、まずいですよ。うるせえな！騙されんじゃねえぞ。この女の正体はな。鬼塚さん！騙すんじゃねえつってんだろうが！やっぱり私のせいだったんですね。
なんだあいつは。栄吉。高田さん。違うんだよ、龍二は俺を襲ったのはあの女じゃねえんだ。え？あの女は別人なんだ。どういうことですかそれ。2年前藤沢の女子高生が行方不明になったって警察が大騒ぎしたの覚えてねえか。ねえ、確かそんなこと。その子は2ヶ月後ひょっこり家に帰ってきた。でもいなくなってた間のことは何も覚えてない。警察では記憶喪失ってことで処理しちまった。それが。ああ、それが渚なんだ。当時渚は湘南でもトップクラスの可愛い子でな。その噂を阿久津純也が耳にしたってわけよ。阿久津が？その頃阿久津はミッドナイトエンジェルの2代目を継いだばかりで好き勝手やり放題だったんだ。渚をアジトに連れ込んで毎日のように仲間で回しちまったんだ。渚は何度も舌を噛んで死のうとしたが、その度にめちゃくちゃに殴られ、それはもう生き地獄だったようだぜ。ある日、渚のことが好きだった俺のダチ公がよ、渚を救出しようと阿久津のアジトに乗り込んだんだ。渚！渚はもう死んだんだよ。あたしはヤシャ、阿久津の女さ。もうそこにはアイドルだった頃の渚の面影なんかなかった。ヤシャと名乗る切れた女がいただけさ。どういうことですかそれ。マリコ先生。龍二君のこと心配でね。今の話だけど、つまり多重人格ってわけね。え？ヤシャっていうのはその子が恐怖から自分を守るために生み出した別の人格なのよ。そんな。違う？ああ。生き地獄の恐怖から逃れるためには阿久津を受け入れる人格を作り出すしかなかったんだろうな。よほどひどいことされたのね。身も心もボロボロになるようなことを。ひどすぎるぜ。まったくよ。あの子は今でもその時のことは覚えてねえらしい。まだ幸せよ、その方が。本当なんすね、それ。龍二、お前まさか今の話。なんてひでえことしやがんだ、靴の野郎。いいか龍二、もう渚って女には近づくんじゃねえぞ。どうしてだよ。渚のせいじゃねえじゃねえか。
龍二、分かってんのかお前。渚の中からヤシャを消すためにはな、あいつの過去にあった恐怖のもとを断ち切んなきゃなんねえんだ。つまり阿久津を殺すしかねえんだ。ちょっとあんたたち。先生、任しといてくれ俺たちに。吉君。それだけじゃねえんだ。阿久津を狙うってことはおめえはヤシャにも狙われるってことなんだ。あの女に関わるってことは地獄行きを覚悟しなきゃなんねえってことさ。荒れるな、今夜。龍二君、部屋に戻った方がいいわ。龍二。ねえねえ、あそこに座ってるの女の子じゃない？本当。雨の中傘もささないで何やってんのかしら。龍二。どこ行くんだ龍二。ほっとけってのかよ。雨の中待ってんだぜ。死んじまってもいいのか。ここで優しくしたらな、泥沼なんだぞ。分かってんのか。うるせえ。龍二さん。龍二君、ずっとここにいたのか。ずっとこの雨の中。一言謝りたくて。ごめんね、迷惑かけて。バカ、死んじまってもいいのかよ、こんなに濡れて。知ってるんでしょ、私の正体。時々あったのよ。朝起きると血まみれの服着てたとか、体が傷だらけになっていたとか。多重人格だって病院で言われたこともあったけど、まさか龍二君のことを傷つけていたなんて。あ、なぎさ、すげえ熱じゃねえか。早く中入れ、死んじまうぞ。これ以上迷惑かけられないわ。もう構わないで。バカ言ってんじゃねえ。好きなの、好きなのよ龍二くんが。だから私、もうあなたを傷つけたくないの。助けてやる。俺が必ず助けてやる。リュウジ君。ナギさ。あの、ここはまだ寝てていいのよ。マリコ先生の部屋さ。しばらくここでかくまってもらうことにしたんだ。でも遠慮しなくていいの。妹が留学しちゃったからね、この部屋空いてるの。安心しろよ、渚が元に戻るまで俺が守ってやっからよ。龍二君。龍二君が狼にならなきゃいいけどね。てえな先生。先生、マリコ先生。はい。あのダンマーがどこ行ったか知りませんか。え、いや、何でもですが、喧嘩で病院に運ばれたらしいんですが、行方をくらましてしまったらしいんですよ。さあ、私はダンマー君の担任じゃありませんから。そうですよね、年下は趣味じゃないっておっしゃってましたもんね。マリコ先生、うん、やりますね。私たちチラッと見ちゃいましたよ。え、先生の部屋から若い男性が出てくるの。素敵な人だったわ。何、
若い男。校長先生。校長先生。あなた確か年下は趣味じゃないんじゃないですか。あ、失礼します。嘘つき。阿久津純也、おめでとう。退院だ。阿久津が？ああ、どうやら出てきたらしいんだ。もう一度ミッドナイトエンジェルを復活させるためにな。それで？俺らにどうしろってんだ。決まってんだろうが、阿久津を叩き潰すのよ。おめえら三代目幹部が声かけりゃ20〜30人は集まんだろうが。高田、俺らもうとっくに足洗ってんだぞ。なあ。分かってる。でもバックレてるわけにもいかんだろう。エンジェルは復活させちゃなんねえんだ。初代総長、正樹さんのためにもな。正樹さんの名前出されちゃ動かねえわけにはいかねえな。土木、久しぶりに熱くなりそうだな、高田。阿久津か。まあ、同窓会のつもりで気楽に行こうぜ。一応暴れてみっか。あの頃に戻ってよ。土木はお前か。ミッドナイトエンジェル三代目副長道牧和夫はお前かと聞いてるんだ。誰だてめえ、どこにやがる。阿久津、お前らに聞きたいことがある。探してるものがあってな。あれは誰が持ってるんだ。あれ、何わけのわかんねえこと言ってやる。とぼけんじゃねえ。地平道吐かしても口を荒らせるぞ。うるせえなら。うっ、が現れた。三代目エンジェルの幹部だった三人があっという間に血祭りですよ。面白い。上等だよ。待ってろ阿久津。救急車。ああ、暴走族の帯みたいな連中が三人運ばれてったらしいよ。なんだか騒がしいわよ町中が。確か今日は阿久津が出てくる日だったな。龍二、いつまで渚をかくまってるつもりなんだ。決まってんだろ、阿久津との過去を断ち切るまで。無理だろうがそんなの。高田さんだって言ってただろ、あの子を治すには阿久津を殺すぐらいしか手がねえって。おめえは降りてもいいぜ吉。これは俺と渚の問題だからよ。なんだと龍二。おめえには迷惑かけねえって言ってんだよ。阿久津との件は俺が一人で片付けてやっからよ。龍二、上等じゃねえか。降りてやるよ。さあ行きますよ。土木、阿久津の先制攻撃だぜ。まとい。ああ、阿久津はよ、初代総長正樹さんの着てた特攻服を探してんだよ。そっか。そういや湘南戦争の引き金になったのもあのまといを誰が継ぐかってことだったもんな。誰もが憧れたぜ正樹さんの
あのまといにはよ。もちろん鬼爆が受け継いだなんて口が裂けても言わなかったぜ。早いとこ鬼爆の二人に知らせてやんねえとな。その必要はねえよ。阿久津、てめえこの野郎。そうか、あのヒーロー気取りのガキどもが持ってたとはな。待て、あっ阿久津、邪魔すると命を落とすぞ。うるせえ。鬼爆は甘く見んなよ。あいつらはおめえ以上にキレてっからな。何言ってんだ、負け犬のくせして。何、あんなガキにやられてミッドナイトエンジェルを潰したのはどこの誰なんだ。くそ、言っとくがな、俺はあのまといのためだったら何だってやるぜ。たとえ人殺しでもな。かけてるんで、せめておいしいものでも作らないと。いいのよ、気にしないで。でもいいお嫁さんになるわ、渚ちゃん。はい。渚、久しぶりだな。やめて、離して。忘れたのか、お前は俺の女、ヤシャなんだよ。知らないわよ、ヤシャなんて知らないわ。お前そんなにダンマがいいのか。思い出させてやるよ、お前が俺の女だってことをな。どこにいんだよ。なんだ。てめえが元ミッドナイトエンジェルってことは分かってんだよ。おい、リュウリさん。なんだよてめえら、邪魔すんだよ。病院に行ったら大変なんですよ。阿久津が現れたんですよ。何？高田さんの足をナイフで刺したらしいんですよ。マリコ先生のところにいる渚さん大丈夫でしょうね。渚、旦那さん、水本さんのところに変な男が訪ねてきましたよ。マリコ先生、マリコ先生。渚ちゃんが。え？ダンマ！阿久津？
めえが鬼爆の旦那か。渚、女は返してもらったぞ。こいつは俺の女だからな。うるせえ、渚は俺の女だ。ふざいてんじゃねえ。てめえの女だっていうなら怠慢で勝負しようじゃねえか。怠慢だ、上等だ、やってやるぞ。これ、おめえは正木さんの的を持って明日の昼湘南倉庫へ来い。的だ、鬼爆が持ってんのは分かってんだよ。あの的よは俺のもんだからな。今ここで勝負しろや。くせえ、待ってるからな、旦那。阿久津さんがとうとう鬼爆の旦那とやるんだって。ちれったよな、この体じゃよ。阿久津さんが結構えぐい計画立ててよ。実は上島をさ。本当かよ。それなら楽勝だ、阿久津さんの。ちょっとどこ行くんですか。高田さん、動脈に傷がついているんです。今動いちゃ危険ですよ。高田さん、うるせえ。どうしても伝えなきゃなんないことあんだよ。どこ行くつもりだ。その話聞かせてもらおうか。あら、てめえ、あら、あ、またんかこら。おい、高田、おい、どこ行くんだ。ほら、てめえの女だっていうなら怠慢で勝負しようじゃねえか。待ってろよ、渚。さ、阿久津、てめえだけはバラバラにしやっからよ。てめえが阿久津と怠慢だと。叫んじゃねえぞ、こら。なんだてめえ。阿久津は俺の獲物だ。じゃあなすとてめえから血祭りにあげてやんぞ、この上島俊樹がな。上島、なんでてめえがここにいんだよ。いいか、おめえら手出すんじゃねえぞ。やるわね、純也。役者は揃った。あの二人は黙ってても潰し合う。死ぬまで踊らせてやるよ。俺は伝説を作るために戻ってきたんだ。もう誰にも止められやしねえぞ。
なんかよ、龍二君が殴り込みに出かけたの。殴り込み？渚ちゃんが阿久津に連れ去られたのよ。怠慢で勝負するんだって。もういいの、こんなところでもたもたしてて。それが先生のセリフかね。友達見捨てていいのかって聞いてんのよ。関係ないの俺は。え？あいつは女のために動いてんの。俺が何言ったって耳貸さねえし、女のことしか頭ねえんだよ。待ってよ、八木志君。何つまんないこと言ってんのよ。女に夢中になろうが何だろうが、龍二君は龍二君じゃない。あんたの大切なダチでしょうが。それを見捨てて何が鬼ばっこんびよ。鬼バクってその程度のものだったの？高田さん。その先生の言う通りだぜ、駅吉。高田さん、急がない、駅吉。あくつの野郎、怠慢とかで龍二呼び出しておいて、騙して上島とぶつける気なんだ。上島と？あくつが龍二狙ってんのは女のためだけじゃねえ。あいつは、正木さんのまといを狙ってんだ。まとい？女の件は龍二でも、まといの件はおめえに関係あんじゃねえのか。おめえが正木さんからまとい譲り受けたんだ。おめえが決着つけねえで誰が蹴りつけんだよ。湘南倉庫だ、早く行けよ。遅れちまって怠慢張りに来てやったぜ。ダンバ、やっぱりやめやがったな。てめえの愛しの渚ちゃんも連れてきてやったぜ。渚、さあどうした。女が欲しかったらかかってこいよ。今度やろう。わかったろ、花から勝ち目はねえんだよ。さあ、まといをもらおうか。どこにあるんだよ。そんなにあのまといが欲しいのかよ。俺の大事なのばっかりやる。
いい度胸だ。朝通りの上等小僧よ、阿久津。どうした、手出さねえのかい、旦那。いい加減に目覚ませよ、渚。おめえはヤシャじゃねえし、阿久津の女でもねえんだよ。うるせえ、おめでたい野郎だね。あんたこそ、いい加減私のこと渚って呼ぶのはやめたらどう。あの女はもう消えちまったんだから。渚は二度と帰りやしないんだよ、あの人がいる限りね。クソ、やっぱ靴をやるしかねえのか。今度こそ地獄に送ってやるよ。てめえまさか。そうだ、焼き殺すんだよ。てめえ二度取り返れてなくなるぞ。俺がやるんじゃねえ、お前がやるんだよ。何？お前は上島を焼き殺して自殺するんだよ。てめえ何たくらんでんだよ。伝説を作るんだよ俺。朝木京介を超える伝説をな。あの人はすげえ人だった。この町であの人の名前を知らない奴はいなかったよ。俺が初めて会ったのは高一の時だった。地元のチンピラに囲み食らって、そりゃもうボコボコでよ。そんな時にあの人のフェックスハルが通りかかったんだ。ここで何やってる。なんて言う、まさきだ。たった一言で連中は雲の子散らすみてえに消えちまった。嵐が去ったみてえに静かになった後で、あの人は俺に言ったんだ。喧嘩するなら負けんじゃねえ。そう言って背中を向けたあの人のまといに、あの人の名前が輝いていたんだ。あの日からずっと俺はあの人の背中を追い続けてきた。そしてようやく追いつく。俺はあの人のまといを手に入れて、あの人の伝説を受け継ぐんだ。そして必ず追い越す、あの正木京介の伝説をな。正木さんを超えるだと。笑わせんじゃねえよ。正木さんの伝説を超えられんのはな、誰もいねえんだよ。それにな、てめえみてえなまがいもんにな、あのまといは渡さねえよ。黙れ。ヤシャ、お前がやれ。俺の女だってことを見せてやれ。好きな女には手出せねえだろうからな。さあやれ。お前だったらさせるだろう。目覚ませよ、渚。お前は靴のことなんか好きでもなんでもねえんだよ。
うるせえ、渚はもう死んだ。渚、思い出せよ、俺のこと愛してるって言ったじゃねえか。死ね、ダマ。どうした？そんな時に役立つか。やめて。なぎさ、おら。なぎさ。ごめんね。いろいろ迷惑かけて。負けなかったよ。もういいから喋るな。龍二くん、好き。私、龍二くんのこといっぱいいっぱい好き。いや、靴死ね。てめえのその無敵恋たつらぶっ潰してやるよ。それだけか。てめえの伝説はよ、今日で終わりだ。靴ぶっ殺すぞ、てめえ。おめえいつからマサキさんになったつもりだ。そのまといはな、俺のもんなんだよ。なんとか言えよ、リスカ。能が汚れてねえで言う。もうちょっと気合入れてこいや、靴。何も分かってねえんだよ。まさきさんがなんで俺にまといを継がしたか、あの人が俺にまといを渡すときなんつったか教えてやろうか。エンジェルをミッドナイトエンジェルを二度と走らせるなだ。まさきさんはそう言ったんだよ。ついてこれたら教えてやるよ、あの人の言った意味をな。
裕二君。もう大丈夫だ、渚。これで生まれ変わるんだ。さあ、早く。なんかね、負けねえぞ鬼塚。ビビったら負けたぞ純也。バイクはアクセルを閉じてちゃ曲がんねえんだ。曲がるまで開け続けるんだ。まさきさん、誰がぶち込まれるような誰が頭争いなんかしろと言った。こんなことでみんながついてくると思ってんのか。力で無理やり抑え込もうとすれば反発が来る。そんなこともわからねえのか。でも勘違いすんなよ。ミッドナイトエンジェルは暴走族じゃねえんだ。俺たちはな、ただの湘南の走り屋だ。誰にも邪魔されずみんなで走りてえだけなんだ。それが分かんねえならお前にはエンジェルを任せるわけにはいかねえ。まさきさん、待ってください。いつか俺の言ってることは理解できたら、いつか本当の走りが分かったら、もう一度来い。いいな。まさきさん、あん時俺は誓ったんだ。まさきさんを超えるチームを作ってみせる。あの人より速くなってみせるって。あの人に認めてもらうにはそれしかねえんだ。あの人がどんどん遠くなっちまう。あの人に会いに行くんだ。てめえを抜いてな。バイクはテクで走るんじゃねえ。肝心なのはハードだ。そんな走りじゃ一生俺の前には出れねえぞ。まさきさん、見ててくれ。くそ、俺がてめえなんかより劣ってるわけがねえんだ。おめえなんかには負けねえぞ。さきさん、俺は鬼爆なんかより速いんだ。
は鬼爆に勝ったぜ。てねえぞ鬼塚。同じだよ阿久津。俺も追い続けたんだあの人。でもとうとう追いつけなかった。伝説になっちまったんだあの人は。死んだんだ2年前このコーナーで。分かっただろうが、もう追いかけても誰も追いつけねえんだよ。あの人のテールランプには。悩んでたんだろうなあの人も。最後にこう言ったんだ。俺たちはどこに行くんだろうなって。嘘だ。俺の目指してたミッドナイトエンジェルはこんなんじゃねえって。ふかしこえてんじゃねえよ。そんな嘘に騙されると思ってんのか。なわけねえだろ、あの人は。あの人がミッドナイトエンジェルを潰すわけねえだろ。黙ったらてんじゃねえぞ、普通。てめえみてえな野郎はよ、俺が何度でも潰してやるよ。うるせえ。どこなんだここ。純也。まさきさん。そうか、迎えに来てくれたんですね。何やってんだ純也。早く来い。置いてっちまうぞ。会いたかったんですよ。待ってください。まさきさん、思い出しましたよ。あの楽しかった夜、友達とつるんで走って誰にも邪魔されずに朝までバカやって、俺たちはそんな夜が欲しかっただけなんだ。俺やっと分かったような。まさきさん、もう一度連れてってくださいよ、あの頃に。少し遅かったら命まで落とすところだったんですよ。感謝しなくちゃね、担ぎ込んでくれた人に。誰が？名前は知らないわ。でも背中に正木京介って。正木。
そっか、なぎさちゃんもうすぐ退院か。すっかり元気になった。まるで別人みてえだ。よかったな、リュウジ。本当に燃やしちまうんだな。あの人は別に伝説を残したかったわけじゃねえんだ。ただこの街でガキみたいに騒いで走り回りたかっただけなんだ。もう誰もあの人には追いつけないけど、あの人の意志だけは継いでいこうな。エキシ、俺もこの街が大好きだからよ。